はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の理科刺繍シリーズ第6弾をお送りします。で、今回ね、この5問やっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なものがあれば、今からね、自分が解説しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。じゃあいつも通りね、ちょっと画面下げますのでお待ちください。で、実はこの刺繍シリーズね、10ヶ月ぶりぐらいに撮影を再開しております。なので、まあ、この10ヶ月でね、初めて自分のことを知ってくれた方もいらっしゃると思うので、簡単にこの刺繍シリーズの説明をすると、もともと高校受験対策ね、他にもシリーズがあるんですが、その中でも、まあ、実際に受験とか模試とかで出された過去問の中でも、志望校のレベルに関係なく、みんなに取ってほしい、正解してほしい基礎的な問題の寄せ集めになってます。だから単元が分かれてないんですけど、まあ、そういうシリーズだと思ってください。じゃあまず1番からね。で、原子を構成している粒子の中でマイナスの電気を持つものはどれかという、で、選択肢が陽子、原子核、中性子、電子となっております。で、まあ、答えパッて書いてもいいんですけど、せっかくなんでちょっとね、復習やっていきましょう。で、原子ってのがあります。まあ、よく出てくるね、原子。で、原子っていうのは、真ん中にこう、粒みたいなのがあって、その周りにね、こう、まあ、粒みたいなのが飛んでるわけですよ。で、この真ん中にあるこいつ、こいつのことを、今回の選択肢にもありましたけど、これ原子核って言います。で、外をちょろちょろ飛んでるこいつ、こいつが、電子です。で、ちなみに今回の答えは電子です、こいつ。こいつはマイナスの電気を帯びているので、で、今回マイナスの電気持つものって聞かれてるから、1番の答えは絵ですよっていう。で、ちなみに、この原子核の中に入ってるのが、まあ、2種類いるんですけど、片方が、まあ、今回の選択肢ですね。陽子。そして、まあ、全部赤で書いてごめんね。ちょっと見にくくなっちゃったけど。中性子っていうのが入ってます。で、陽子。こいつがプラスの電気を帯びております。中性子は帯びてないです。だからもし今回の問題がプラスの電気を帯びたものどれって聞かれてるようだったら、この陽子が正解になります。いいかな。で、まあ、詳しいことはね、動画の方で確認してもらえたらと思うので、これ、あとこの、なんだっけ、刺繍シリーズは一個一個対応する動画があれば、それ紹介していきますので、なんか、それ、ちょっと復習しとこうって思うんだったら、ぜひこの中3のね、2番の動画を見てください。この1番に関してはね。では、行きましょう。で、2番は塩化銅水溶液の電気分解についての話です。で、塩化銅水溶液を電気分解、つまり分解すると。何ができるかってとこからまず行きましょう。で、塩化銅なんでね、塩化ってくっついてるから、これもともと塩素ね。塩素はくっつくことで塩化って名前が変わるからね。だから、塩素と銅に分解されます。いいかな、塩素と銅です。で、今回選択肢が3つしかなくって、しかも3つから全て選びなさいだから、まあ、複数回答があると。で、陰極と陽極の話が出てきてるのね。で、今回これもね、実際の受験の過去問使ってるんですけど、この2番も。この選択肢実はちょっと優しくって、陰極と陽極が混ざってないんだよ。例えば、塩素が陽極と陰極どっちから出るのっていうところは結構問われます。で、自分の覚え方は、もうこの言葉はよく使う。俺は陽炎。あとこの実験じゃないけど、あと陰水陽酸とかね。陰極水素、陽極酸素で陰水陽酸使ったりとか、あと陽炎っていう言葉を使って、塩素は陽極から出てきます。そうすると自動的に銅が陰極になるので、確かコメント欄だっけな、インドの幼稚園っていう風に覚えてるみたいな。方もいらっしゃったね、確かね。幼稚園だっけな。あ、そうだ。インドの幼稚園みたいな感じで覚えてる方もいらっしゃったんですけど。まあ自分は幼園だけ覚えとけばこっちが対応できるんで、いつもこれ使うんですが。まあ覚え方は自由です。ね、みんなに任せます。で、まず、今回の選択肢として、あは、
陰極には赤茶色の個体が付着すると。陰極には銅って赤茶色だよね。あの、10円玉想像してください。だから正解なの。そうなってるなってると。だから、あはまず、まあ、ちょっと後でここが。あは答えになると。で、イの選択肢が、陽極付近、こっちに発生する気体は無臭であると。で、これは、塩素無臭じゃないからね。あの、プールの時に入れる匂いです、あれ。いい無臭って匂いするでしょ。だから、イは違うと。無臭じゃないからね。で、ウは、陽極付近の水溶液、こっちね。まあ、この辺、これが塩素が集まってるあたりの水溶液に赤いインクを加えると色が消えると。で、これは、塩素には漂白効果、漂白作用っていう、まあ、効果があって、色を消せるんですよ、インクとかの。だから、ウは正解になる。つまり、あと、ウが正解になります。で、なんで選択肢優しいかっていうと、もう陰極が銅で陽極が塩素って、そこはもうああいうの選択肢決まってるんだよね。これがもし、例えばあの選択肢がさ、陰極には赤茶色って言ってて、イの選択肢が陽極には赤茶色って書いてあったら、その銅が陰極か陽極かわからないと選択肢間違うよね。だからそういう問題の振り方もかなりされるので、この陽極、まあ陽炎とか陰銅ね、この辺もしっかり押さえておきましょう。で、これを復習する場合は、これ中3の1番の動画です。これ連続ですね、ここはね。となります。で、次です。次は、炭酸水素ナトリウムの実験。まあ、実験方法ですけど、今回に関しては。で、まあ、中学校3年間でみんなはいろんな実験をしてきます。してくるんですが、その中でも、俺が勝手に思ってることだよ。俺が勝手に思ってることだけど、こいつの実験はトップクラスに出てくると思ってる。出題されやすいと思っていて。なぜかっていうと、大体の実験が塩化銅みたいに、これとこれって二つに分解されることがほとんどです。中学校の範囲だと。でも、こいつ三つに分かれます。そう。で、しかも実験方法もいろいろややこしいんでね。だから出題されやすいんですけど。で、まず、今回の問題には関係ないんですけど、分かれる三つ復習しておきましょう。炭酸水素ナトリウムは、まず炭酸ナトリウムが1個できます。ここの水素を名前取っただけね。で、あと、水です。そして、最後に、二酸化炭素。この3つに分解されます。固体、液体、気体っていうね、全部、状態が違うっていうのも出てくる。し、水を調べる、二酸化炭素を調べるってそれぞれもできるからね。だから本当に出題されやすい。で、今回はその気体の集め方というか、まあ、図が書いてありましたよね。で、ポイントとしては二つ。まず、二酸化炭素の集め方なんですけど、ここは水蒸気管でいきます。この実験の時特にね。まあ、水蒸気管法ってやつですわ。を使う。だから、あとうが消えます。あとは情報置換使っているので、いとうになる。で、ポイントなのは、いとうの選択肢の違いは、最初の、熱している試験管の向きです。こうやって熱してるか、試験管の向きを、こうやって熱してるかの違いなんですけど、正解はこっちです。こっちが正解。だから、そのね、右が、口の方が下に向いてる。そして、水蒸気管を使ってる、A が答えになります。これ引かない方がいいね。ややこしくなるか。で、なぜかっていうとですね、これまあ水が発生するんですよ。で、全部やった後に二酸化炭素は右側に気体として出てきますよね。集まると。で、炭酸ナトリウムは燃やした後に残るからまあ残りますと。ここにね。で、水がどこに出てくるかっていうと、水はもちろんこの中で出来上がるので、右を下げてれば、水だから青にしよっか。ここに溜まります。でも、こっちでやってしまうと、水左が傾いてるからこっちに残りますよね。で、そうすると水が沸騰して割れます。っていう事故が起きるので、だから必ず右、口の方を下げるっていう。いいかな。その辺も結構聞かれるからね。で、これの動画の復習をしたい場合は、中2の1、あ、これか、丸か、をぜひね、見てみてください。これがモロです。炭酸水素ナトリウムの実験やっております。
で、4番、地層ですね。で、地層ができた時の環境、こっちね、上。環境を推定する手がかりとなる化石を何というかっていう問題。で、もう化石じゃないや。地層に関してこの化石がね、出てきた時は2つです。環境を知れる化石と年代を知れる化石。で、名前ね、似てるけど、頑張って覚えましょう。環境の方は、これです。今回これ答えこれね。地層化石って言います。その化石があることで、あ、この辺は昔海だったんだなっていう環境がわかるもの。まあもちろん海だけじゃないけどね。が地層化石。そして年代。これちょっと答えと違うんで、カッコにしておきますね。せっかくなんで一緒に復習しておいてください。これが、示準化石って言います。その化石があることで何千年前のものなんだね、この辺、あ、この化石は、みたいな。その年代がわかるものが示準化石と言います。で、まあ、自分がよくね、言うのは、地層と示準っていう名前はね、結構覚えてくれます。これはね、いけるんですよ。で、問題はこの組み合わせなのね。あれ、環境どっちだっけみたいな状態になってしまうので、俺は乾燥っていう方に覚えちゃう。思い出すときにね、乾燥っていうセット。環境と地層の層で。で、片方乾燥って覚えておけば、もう一個が年代が示準って自動的にいけるので、もちろん、二つセットでね、覚える方法もあるんですけど、まあ、俺は感想でやっていけてるので、いつもそうやって思い出しております。よかったら、使ってみてください。あ、復習の書いてねえや。で、このね、ところは、中1の56。これで復習できますので、よかったらね、使ってみてください。で、ラストは消化酵素ですね。唾液に含まれる消化酵素、アミラーゼって言います。こいつの名前もぜひ覚えてください。で、こいつが分解することができるの。何かっていうと、で、選択肢今回が、デンプン、タンパク質、脂肪、カルシウムですね。で、カルシウムのね、分解は、ないですね。基本的に習わないですけど、現段階では。え、あと、アミラーゼがいけるのは、デンプンです。だから今回の選択肢だと、あが答えになります。で、これもね、あと最後紹介する動画でぜひ確認してもらえたらと思うんですけど、あとはその胃の中に入ってる、消化酵素の名前ね、ペプシンだったり、で、こういったペプシンは、例えばタンパク質を分解できるよとか、あとは、全部誰か、あとトリプシンとか、まあいろいろ出てきますので、どこで、例えばアミラーゼは唾液でしょ？だから唾液でアミラーゼ、それはデンプンにダメージを与えられるみたいな。分解できるよっていう、ぜひセットで覚えてください。アミラーゼが一番出るよなっていうイメージはあるんですけど、でもペプシンとかも出されるので結構。うん、ぜひね、ここも復習お願いします。で、動画が、いくつだっけな、ここか。これ右がちょっと、下でいっか。これ中2の18番の動画で復習できますので、ぜひね、使ってもらえたらと思います。で、いつもね、この、いつもというか、まあ、あれか、四十五まではやってないんですけど、こっからは動画の最後にリンクを貼っておきます。で、今回5個動画をね、紹介してるんですけど、全部貼れないので、2つだけなんですが、今回はこの、塩化銅の実験と、あとここですね。デンプンのやつを最後の画面の左上と左下に貼っておきます。で、残りの3つはちょっと皆さんに検索してもらう形にはなってしまうんですが、ぜひね、復習の方もしてみてください。では、今回ね、この5問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。理科の刺繍シリーズも本編のね、受験対策の理科と並行して今シーズン撮っていきますので、ぜひね、受験勉強のお供に使ってみてください。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。